めんなさい、ちょっと遅くなっちゃいますけど、すぐに晩ご飯の支度しますね。少し待っていてください。プリムラ、よろしく。特に寝づらくはなかった。疲れてるだろうし、
ゆっくり眠らせてあげようと思っていたんですけど。私が起きるのと同じくらいに自分で。リンが眠りすぎ。お休みの日はお昼過ぎくらいまで寝てることも少なくないですけどね。寝すぎ。お願いしますね。わかった。いってらっしゃい。やあ、リン、昨夜はお楽しみだったかい？昨日、ああいう現場を見た者としてはこういう反応以外はできないと思うけどね。まあ、リンが幼子趣味だったっていうのは正直驚いたけど。リン、自分の性癖を隠したい気持ちはわからないでもないけど、昨日も言っただろ、そんなことで俺様は差別したりしないって。リン様、おはようございます。リン君、リン君、イムちゃん来たんだって？もちろん、一応これでも新王様の娘ですから、重要なことに関してはそれなりに。リムちゃん、ご迷惑とかおかけしていませんか？できたみたいで楽しいですよ。リムちゃん可愛いもんね。ツチミくん、また恋人候補が現れたって本当？残り1割真実があるの？
ない、なんか間違いなく犯罪だとか言ってたから期待してたのに。やっぱり外部から見るとそうなっちゃうんでしょうか。ちゃんだしね、私も家に連れて帰りたくなっちゃったことあるし。子猫っていう表現がぴったりなんですよね。七味ラバーズの皆さんお知り合い？七味くんの恋人たち、間違ってないでしょ？なるほど、義理の妹というケースもあるってことだね。悪くない。それでも買ってしまうのがファン心理だよ。まったく、いつも痛いところついてくるんだよね、あのバンド。しかも毎回初回限定だからね。店から消えたら、はい、おしまい。明日持ってくるよ。七味くん、ようやく今終わるとこ。あとはゴミを捨ててくるだけなんだけどね。それで七
一味くんにお願いがあるのですよ。りんちゃん、ゴミ捨て場まで案内してあげてくれない？でしょ。私ちょっと職員室行ってこなくちゃいけないのよ。さすがにリンちゃんのエスコート他の男子に頼むわけいかないじゃない。どんな下心持ってるかわかんないし。わざわざお付き合いをさせてしまいまして、しかもゴミ箱も結局持っていただいてしまって、おい、あいつ2年の土見だぜ。へえ、ってことは連れてる魔族が例の娘か。なるほど、こりゃレベル高いわ。ぜひとも俺らもあやかりたいもんだね。
こちとら受験勉強に日々明け暮れてるっていうのに、いいご身分だよな。源氏物語か、まったく羨ましいね。本当、大した苦労もせず、ただ子供を数人落としただけだ。将来は世界の王様かよ。あの緑葉の友人ってのも納得だよな。ナンパの腕だけは超一流なようで。いや、下手したら緑葉以上だ。んな子供の頃に極上の獲物を何人も釣り上げてるんだ。どうやったらそこまで見境ない人間になれる。ぜひとも教えない。まったくだ。今のお言葉は明らかに凛様に対する侮辱ですね。リン様、すみませんが、少し下がっていてください。危険です。待て、普通問答無用で攻撃するか。そうだぞ、ちょっと待て、暴力反対。てめえ、俺たちを殺す気か。安心してください。入院などして長引くことはありませんから。あなた方には永遠に黙秘する義務があります。凛様を侮辱する者に捧げる太陽の光はありません。酸素を減少させた上、二酸化炭素をまき散らすだけの妨害、悪の権限、不必要です。
めても情けです。これで一瞬にして蒸発してください。というわけでして、お嬢さんの魔法による被害が甚大。この件に関してなのですが。いやー、体育館の消滅程度で済みましたか。ネリネちゃんも手加減できるようになってきたね。よかったよかった。体育館の消滅程度というのはどういうことですか？言ってませんでしたか？ネリネちゃんは魔界屈指の魔力の持ち主ですから、その気になればこの学園の校舎の一つや二つ一瞬で吹き飛ばしますよ。規模の云々ではなく、平気で人を殺せるだけの力を振るったということが問題なんです。たまたま奇跡的にも誰もいなかったからこそ死傷者は出ませんでしたが、一歩間違えば大惨事なんですよ。大体死傷者が出なかったとは言っても、今回の被害そのものだって相当なものです。一体どう考えていらっしゃるのですか？ま、そのあたりはご心配なく、どうやら来たようですから。おお、ナボ、なんかネリッコがやらかしたらしいな。やあ、しんちゃん、大したことじゃないよ。なんかりんちゃんを侮辱した不届き者がいたらしくてね、ネリネちゃんが身の程ってものを教えてあげただけさ。おお、当然サンズの川あたりに吹き飛ばしたんだろうな。んなバカども生かしておいたって雑草の肥料くらいにしか役に立たねえぞ。
私としても全く同感なんだがね。さすがにそこまでやってしまうとこちらの学園に迷惑がかかるからね。この世界のマスコミとやらは叩きどころを勘違いしているから。まったくくだらねえ連中だからな。悪人救うことばかり考えてどうすんだか。侮辱されたリンドナの心の痛みを考えただけで、俺は今すぐにでも神の愛を教えに行ってやりたい気分だぞ。俺の愛は効くぜ。ネリネちゃんがそこまで魔力の制御をできるようになったというだけで、私とすれば感無量だよ。そうだ、今夜は赤飯にタイのお頭付きで行こう。早速ママに電話を入れないといけないな。ああ、とりあえず先生様よ、体育館はうちの修繕魔法部隊呼んで直しとくから安心してくれや。ま、これでその水虫どもも少しくらいは理解しただろう、自分のバカさ加減ってやつをな。んじゃ帰るとしようぜ。今夜はなかなかにうまい酒が飲めそうだ。リンドルもどうぜ。新潟のうまい地酒が手に入ったんだが、今晩付き合えねえか。だとしたらぜひ私も参加したいね。フランスの方の美味しいワインを取り寄せてね。ちょうど昼間に届いたんだよ。おお、たまには西洋の酒っていうのも悪くねえな。決まりだ、今夜は飲むぜ。ならばつまみも必要だな。よし、任せてくれたまえ。最高のつまみを用意していこうじゃないか。帰りに商店街に寄らせてもらっていいかな。おっしゃ、パーッと行こうぜ。パーッと。
もう少しだけ待ってください。お待たせしました。